皆さん、こんにちは。マスクでわからないかもしれないけど、レナです。こんにちは。今日は大須に行きたいと思います。まだコロナなので、マスクとかもちゃんとして、あと電車じゃなくて自転車で行こうと思います。自転車の準備して行きます。電車に乗りながら動画を撮るのが危ないのでやめます。大須に着きました。ちなみに今日は3月にたこ焼きパーティーをしたエリーと一緒に中古着物を買いに来ました。まあ、私は別に着物がいらない、着る機会とかもあんまりないけど、エリーは日本舞踊とかをやってて、定期的に着物を着たりして、着物もいっぱい持ってて、名古屋だったら中古の着物を買いたければ大須が有名です。なので今から有名なお店大福屋に向かってます。はい、着いた。これです、大福屋。友達がもう中に入ってますので合流しましょう。おお、すごい。エリーがいました。めちゃくちゃ帯を見てます。この時間帯があるの、あ、珍しい。かわいい。めちゃくちゃすごいね。で、俺のは、うん、安すぎる。あ、はじめまして。動画撮ってもいいの？あ、全然いい。あの、エリさん、家で帯は何枚ありますか？なし。私もし。20着ぐらいかな。であれば、いりますか？いる、もちろん。いつも足りない。めっちゃ可愛い、この生地。だってまあそうだね、こんな安いっていうのは。わあ、私はこの金が好き。これめちゃくちゃいい。すごい、かわいい。こんなとことか、これフォーマルできる。でも私は着るときないよ。あの、一人でとか友達とお出かけしたりして、そうすればいいじゃん。しないしない。私もちょっとだけ羽織を試着してみようかなって。いいんじゃない、めっちゃ重たくない？え、そんなことないよ。わかんない。まあ慣れてないから。あ、でも可愛い。可愛いです。うん、あ、じゃんじゃんじゃん。ほぼ無料。100円ショップで買ってる。そうだね、そうです。色もなんか、このズボンとかに合うでしょ、うん、白い T シャツとか、うん、まあ100円だから買ってみようかな。買いました。大福屋が終わって次はどこに行く？飾り屋に行きます。今日の着物ショッピングはまだまだ終わってないです。始まりだけ。もっともっと買うつもりということだね。あ、実は初めてなんです私。うっそー。着物いっぱいあるよ、そっち。これ着物コーナー、やべ、そっち。これ大須のアンティークマーケット、日本語でなんて言う、わかんない。ね、飲みの市。飲みの市。また着物見てるんだね。How do you like this one? It's quite good. ヘリーさんがなんかまた見つけたね。500円の着物、色がめっちゃいい。今の時期で着れるよ。あ、そうなんだ。次のお店はここだよ、ここ。全然わかんない。まあここにあの一応着物があるけど、わからなくない？アンネクサイリー。入ってもいいですか？こんにちは。大丈夫ですか？コロナ対策。大事。おまえぞ。うわー、すごいアクセサリー。
は、あのハンドメイドのアクセサリーがたくさんの、クリエイター、デザイナーが作ってるので、こっちと、めっちゃ買いたい狐の狐のピアス、めっちゃ可愛い、うん、そう、キュート。あの二人は着物をもっともっと終わらない終わらないらしい私は諦めます、どうせ着物を買わないえ、買ったじゃん、買ったじゃん、買ったじゃん、あ、ちょっとあのハオリは買ったけど、着物始まり始まり、私も始まり、私も始まりはハオリでした、おお、なのでこれからだぞわぁ次そうかな、今日いろいろ勉強になりましたし、大須にあんなに面白い着物屋さんがあることも初めて知ったから、いやもう来てよ、それよりまたいろいろ、またいろいろ、これで全部じゃない、そう、まあそれはそうだよね、自転車頑張って乗って帰ります、お疲れ様です。